俳優、声優、脚本家、プロデューサー、テレビ番組司会者、コメディアン。NBC、サタデーナイトライブの元第一脚本家で、番組内のニュースパロディコーナー、ウィークエンドアップデートで司会を務め、2014年2月1日を、最後に、同番組を降板した。同年2月24日から、レートナイトウィズ、セスマイヤーズの司会を務めている。 イリノイ州エヴァンストンで金融業のローレンス・マイヤーズ・ジュニアと中学校のフランス語教師のヒラリー・クレアのもとに生まれる。弟は俳優のジョシ・マイヤーズ。父方の祖父はユダヤ系、祖母はジェコ系。他にスウェーデン、イギリス、ドイツの系統を引いている。ニューハンプシャー州、マンチェスター及びその郊外のベッドフォードで育ち、マンチェスター高等学校に通学した。 エヴァンストンにあるノースウェスタン大学に進学し、フラタニティ、ファイ、ガンマデルタのメンバーとなった。大学在学中、即興劇団、ミイオに所属し、即興劇を始める。プリパンダイトと共に、インプリブリンペックに所属しながら、オランダのアムステルダムを本拠地とする英語の、即興劇団、ブームシカゴに、弟と共に所属した。2001年、脚本家として、 サタゲーナイトライブに第27シーズンから参加する。2004年、ジョン・チョウと共にコメディ映画シーディス・ムービーに主演。2008年にはブレンダン・フレーザー、アニタ・ブリエムと共に 3D 映画センター・オブ・ジ・アースに出演した。同年、映画君に会えたら。にも亀を出演し、主人公をタクシーと間違う酔っ払いを演じた。同年7月、 クラックルのウェブシリーズザ・ラインで監督を務める。2005年サタゲー・ナイト・ライブにおいて脚本監督を志望し、2006年1月ティナ・フェイ、アンドリュー・スティールと共に第一脚本家となった。2004年フェイと共にウィーク・エンド・アップデートコーナーの共同アンカーのオーディションを受けたが、エイミー・ポーラーが合格し、マイヤーズは不合格であった。フェイの離脱により、 2006年から2007年にかけてのシーズンでは第1脚本家となり、ポーラーと共にウィークエンドアップデートの共同アンカーとなった。ポーラーの離脱後、2008年から2013年の間、ウィークエンドアップデートのアンカーとなった。2007年から2008年、全米脚本家組合ストライキをサポートすると同時にピケを張り、インタビューでは、 私たちは皆、仕事があることをとても幸せに思っている。私たちの要求はそんなに高くないはずだ。人々のテレビ視聴は多様化しているのだから、規則もそれによって変えるべきだと語った。しかし、大統領予備選を逃したことを後悔しているとも語った。2008年アメリカ合衆国大統領選挙の期間中、レートショーウィズデイビッド・レッターマンにおいて、 共和党副大統領候補、サラ・ペーリンのモノマネをするフェイト出演。2009年秋には、サタデーナイトライブ・ウィークエンド・アップデート・サーズデーの2、エピソードで、ポーラーと共に共同アンカーを務めた。2013年から2014年にかけてのシーズンでは、セシリー・ストロングと共に共同アンカーを務めた。2008年と2009年の2回、ウェビー賞受賞式の司会を務めた。 2009年には、ワシントン州シアトルにある、セーフコフィールドで、マイクロソフトの株主総会の司会を務めたほか、2010年と2011年には、ESPN で、SP 賞受賞式の司会を務めた。2011年4月、ホワイトハウス記者クラブ版3回で、基調演説者を務める。冒頭の挨拶では、ウサーマ・ビン・ラーディンの潜伏をジョークにし、午後に、 シースパンのテレビ番組でビンラディンが司会をしていたと語った。この時点ではマイヤーズは翌日にウサーマ・ビン・ラーディンの殺害が計画されていることを知らなかった。2013年5月12日 NBC はジミー・ファロンがザ・トゥナイト賞出演のためレートナイト・ウィズ・ジミー・ファロンから降板することとなりレートナイトの公認をマイヤーズが務めることを発表した。 同年2月10日、サタゲーナイトライブで共演していたアーミセンが、レートナイトの専属バンド、ザ・ 8G バンドのバンドリーダーを務めることが発表された。2014年2月1日、レギュラーとしては、サタゲーナイトライブにおける最後の出演となった。ウィークエンドアップデートのコーナーには、ストロングの他に、ポーラー、ビルヘーダー演じる、ステファン、アンディ・サムバーグ。 フレッド・アーミセン演じるデビッド・パターソン・ニューヨーク州知事などが登場した。2014年2月24日からマイヤーズによるレートナイトが放送開始し、初回ゲストにはサタゲーナイトライブのウィークエンドアップデートで共にアンカーを務めたポーラーが出演した。サタゲーナイトライブではマイヤーズはジョン・ケリー、マイケル・ケイン、アンダーソン・クーパー、キャロット・トップ、チャールズ・コー・タイシ、 ライアン・シー・クレスト、ショーン・ペン、ストーン・フィリップス、トビー・マグワイア、ベートン・マニング、ベン・カーティス、タイ・ペニントン、ビル・カウアー、ブライアン・ウィリアムズ、ニコレット・シェリラン、ウェイドー、ロブソン、ドナルド・トランプ・ジュニア、トム・クルーズ、ケビン・フェダーラインなどのモノマネをした。2004年5月1日、第29シーズンに、リンジー・ローハンが出演した際には、 ハリー・ポッターのパロディで、ロン・ウィーズリー役を演じた。レギュラーキャラクターとしては、子供たちの行動をカメラで隠し撮りする、プランクスターズ司会のザック・リッキー役、アパラチアン・エマージェンシールーム司会兼受付のネロット役、同僚を侮辱する科学者のデイビッド・ジンガー役、ジェレット・エス・ルームの、ウェブカムによる DJ ・ジョナサン・ファインステイン役、 ザットシュットビーディボーストで、ポーラーと共に今にも離婚しそうな夫ダンニーラー役、トップオー、ザ・モーニングという架空のアイルランドのトーク番組に出演するウィリアム・フィッツパトリック役、オリジナル・キングス・オブ・キャッチフレーズコメディーのコメディアンの一人で、あるボストン・パワーズ役などを演じた。ありがとうございます。